皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アニレもやっていきましょう。よーし、スキビディトイレたちの基地目指して進軍だ。みんな基地に近づいてるだけあって大量のスキビディトイレが出てくるな。まさにオールスター戦だぜ。アキさん、タイタンカメラマンさんとタイタンスピーカーマンさんは一体どこに行ったんですか？彼らはちょっと傷を負ってるからな。今メディックカメラマンが簡単に修理してるんだ。もうすぐで合流すると思うぞ。そうですか、安心しました。アクシー、ここは私たちに任せて君はどんどん進むんだ。最前線ではウーマンズやブランジャーマンが戦ってくれている。そちらに加勢に行ってくれ。わかった。とりあえずは前にいるスキビディトイレを倒してからだけどな。よし、みんな行くぞ。スキビディトイレたちを倒すぜ。うおー、全面戦争。いや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 、さすがダブルロケットランチャーを装備したラージカメラマンがいるとな。雑魚はもう雑魚でしかねえな。よし、いいぞいいぞ、どんどん破壊していく。よっしゃー、これぐらいのスキビディトイレだったらなんとかね。もう全然ね、一般兵だけでも、あーでもやられてるぞ。クソ、クロースキビディトイレ、ディプレックスエアストライクスキビディトイレ。クソ、こいつらも、こいつもロケットランチャー積んでるからな。クソ、ごめん、俺は先に行くぞ。そうだ、君はどんどん先に進め。ここは私に任せろ。おお、カメラメック、よし、ここら辺の雑魚敵は任せたぞ。最前線に行くぞ。おお、なかなか楽しませてくれますね。ああ、ちっちゃいのにお前らよくやるぜ。おお、前線ではウーマンズと、おお、アストロトイレたちが戦ってるぞ。いやー、大丈夫かお前たち。おお、やられてるじゃねえか。くそー。おい、テレビウーマン、大丈夫か？火星に来たぞ。おや、アキスさんですか。少々まずいことになっています。アストロトイレに、ディテイナーアストロトイレ、なかなか厄介な相手ですね。大丈夫、もう奴らにやられることはないわ。攻撃は見切ったもの。さあ、反撃開始ね。おお、お前たちリスポンしたか。おい、向こうは片付いたぞ。火星に来た。おお、カメラメックも来てくれた。よし、反撃開始だ。アストロトイレとディテイナーアストロトイレを突破するぞ。ザコがいくら増えたところで私たちの敵ではないんですよ。ああ、お前たちには圧倒的に戦闘経験が足りねえ。お、あいつら消えたぞ。くそー、厄介だな。一体どこに消えたんだ。こっちだ、マヌケどもが。くそー、背後に回り込まれた。ほんと厄介な敵だぜ。アストロトイレにディテイナーアストロトイレ。くそー、しかしな、こっちはウーマンズ、そしてカメラメックもいるしよ。うわー、でもカメラメックやられてんじゃねえか。おい、大丈夫か。くそー、いや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 、あー、いや、みんな吹き飛ばされている。くそー、アキシも吹き飛ばされているぞ。くそー、アストロトイレにディテイナーアストロトイレ、くそ強いな。俺のドローンを持ってしてもなかなか倒せねえ。いけー、サーベイランスカメラウーマン撃ちまくれ。お、吹き飛ばされている。あはは、マジかー、やられてる。大したことなかったな。俺たちが強くなりすぎたのか。まあ、こんなところでしょう。あとは後続のカメラマンたちを叩き潰すだけです。おや、死に損ないがやってきましたか。アストロトイレ、お前たちは俺たちが潰す。おい、アップグレードされたカメラマン、お前は無茶するな。ここは俺がやる。お前だって左入れのキャノンがもうないんだぞ。あまり無茶はできん。お前よりはマシだ。右腕がないんだ。これはかなりの戦力なんだぞ。問題ない。奴らを倒すのに片腕がないぐらいでちょうどいいぐらいさ。随分と舐められたものですね。私たち相手に片腕で勝負を挑むつもりですか。さっさとスクラップにしてしまいましょう、ディテイナーアストロトイレ。ああ、こいつらを倒せばいよいよカメラマンたちもなすすべがないだろうからな。へへへへ、ひねりつぶしてやるぞ、タイタンども。お前たちがスクラップになればもう俺たちの敵はいない。おとなしくやられることだな。さあ、ダウンは取ったぞ、アップグレードタイタンスピーカーマン。片上にあったアップグレードタイタンカメラマンもやはり大したことがないな。なんだと。くそー、こいつ一
体どこにまだそんな力が。ぐわあ、あとはお前だけだ、アストロトイレ、観念しろ。こしゃくな、ディテイナーアストロトイレがやられてしまいましたか。一体どこにそんな力が残っているというのです。ここはひとまず形勢を立て直した方が良さそうですね。一時撤退です。よし。大丈夫か、タイタンカメラマン。ああ、なかなかきつい戦いだったが、なんとか倒せたな。しかし、やはり右腕がないと少々辛い。サイエンティストやジーマンと戦うには、このままではやばいかもな。くそー、今日2回目のリスポンダー。お前たち無事か？おう、握手か。ディテイナーアストロトイレとアストロトイレは撤退したぞ。うわ、さすがお前たちだな。ウーマンズたちも別の箇所でリスポンしてるんだ。安心してくれ。そうか。スキビディトイレたちの基地は近い。一気に攻め込みたいところだが、タイタンカメラマンの右腕がないと正直辛いと今話していたところだ。アクシ、なんとかならないか。なんとかならないかって言われてもな、俺は作るのは得意だけど直すのは苦手なんだよ。新しい腕がニョキって生えてきたりとか、そういう特殊能力ない？タイタンカメラマン。人をモンスターみたいに言うな。そんな能力はない。何を言ってるんですか、アキシさん。せいぜいスキビディトイレたちのついている腕をもぎ取ってタイタンカメラマンさんにつけるとか、そういうことしか無理なんじゃないですか。パロ、お前天才じゃねえか。それだよ。それだよって、そんなことできるんですか。ほら前を見てみろ、ちょうどいいのがいるじゃねえか。ちょうどいいのって、バズソーミュータントスキビディトイレの腕は小さいですよ。お前こそ何言ってんだパロ。ちげえよ、後ろにいるあいつらだ。アップグレードクワッドパズソースキビディトイレの腕を1本頂戴するんだよ。なるほどな、確かに奴の腕ならちょうど良さそうだ。奴から腕を頂戴する。その腕を飽きし、俺の腕に移植してくれ。おお、任せろって言いたいところだけど、成功するかは分かんねえけどな。おい頼むぞ。くでー、何をごちゃごちゃと話している。サイエンティストからせっかくもらったチャンスだ。今度こそ禁止のタイタン2体を血祭りにあげるぞ。アップグレードクワッドパズソースキビディトイレたち。よっしゃ、希望が見えてきたぜ。いや、アップグレードクワッドパズソースキビディトイレの腕をうまく取れるかな、頂戴できるかな。よし行け、タイタンズ、俺も加勢するぞ。ミサイルを撃ち込んでいく。あんまり効いてねえな、くそ。いや、バズソーミュータントスキビディトイレも決して侮れねえからな。おっしゃー。でもこのね、アップグレードクワットバズソースキビディトイレはね、あんまり動かないからな。よしよしよし、いけー。一体ずつカッコ撃破だ。アップグレードタイタンスピーカーマン、そんなに近づかない方がいいぞ。こいつのバズソー距離、おー、倒してる倒してる、ひっくり返している。おお、すごいすごいすごい。いいぞいいぞ、何がタイタンキラーだ。いやいやいや、一体ずつ倒していこうぜ。もう一体はあんまり動いてないからな。よし、バズソーミュータントスキビディトイレはぶっ倒れてるぞ。いい感じだ。よし、残るは一体だぞ。はい、一体は倒したからな。もう一体ということで、めちゃめちゃ重たいんだが、くそ。さすが巨大なね、ユニットがね、4体もいるからな。おーし、どうやら倒したみてえだな。腕を頂戴するぞ。おい、アクシー、結構この腕大きいぞ。本当につけられるのか。ああ、確かにな、サイズちょっと合わねえな。やっぱり腕をアップグレードタイタンカメラマン用にちょっと作り変えるしかねえな。まあ改造なら任せろ。タイタンカメラマンの方はどうにかなるとして、アップグレードタイタンスピーカーマン、お前の左腕についてたキャノンの代わりにバズソーつけてやろうか。ああ、俺は一本しかないしな。タイタンカメラマンの方に集中しよう。ああ、そうだな。よし、腕を改造してアップグレードタイタンカメラマンに装着するぞ。待ってろよ。なんだか少し緊張するな。うん、なるほどな。ここをこうしてこうか。うん、すぐできると思うぞ。よし、では早速やってくれ、アクシ。おうよ。よっしゃ、アップグレードクワッドバズソースキビディトイレのバズソーアームをつけていくぞ。おお、いい感じについてるじゃねえか。さあ、あっという間に完成だ。うまくつけられたな。バズソーアームアップグレードタイタンカメラマンだ。ジャストビットじゃないか。うまくつけたな、アキシ。そうだな、少し時間はかかっちゃったけど、ついたのはいいけどな、やっぱり人の借り物感があるよな。
ちょっと待っててくれよ、アップグレードタイタンカメラマン。シルバーの腕を黒に塗装してもうちょっとマッチさせて。ああ、騎士もういい、これで十分だ。あまり時間はかけてられないぞ。ああ、待てよ、俺にも美意識があってだな。シルバーのところを黒にしてから青く光らせてっと。アーキスさん、早く先に進みましょう。色なんかにこだわっている暇はありませんよ。まあそうだな。でもテストはしねえと。誤作動して爆発したら大変だ。もう爆発物はコリゴリだろ。確かにな。しかしテストといっても肝心のテスト相手がいないのではな。いないと思いましたか。敵地だから大胆なビリーは大胆に配置されないだろうと、そう思ったんですか。考えが甘いです。大胆なビリーはどこでも大胆に湧いて出るのです。さあ、アップグレードタイタンカメラマンさん、そのバズゾーアームの力見せてください。なんか重なって配置されてんなお前。おう、大胆なビリー、こんなところまで来てくれたのか。よし、このバズソーアーム試させてもらうぞ。どんとこいです。アクションゲーム部屋で今夜も無邪気に寝たいや。いや、大胆なビリー、どこでも大胆に配置されんな。ということでバズソーアームはどうだろうな。さあ、アップグレードタイタンカメラマン、お、バズソーを使え。おバズソーアタックしてるぞ。よし、いいぞ。主に蹴ってるけどな。試させてくれとか言ったけれども、よし、大胆なビリーを大胆に踏み潰してるぞ。バズソーを使ってくれ、もっと。回転はしてるみてえだな。どうやらな。よし、ヒップアタック。さあ、いやちょっとね、アップグレードタイタンカメラマン 2.1 武装が減っちゃってるからな。いやあんまりね、飛び道具がなくなっちゃってるから、あんまりね、手数は減ってるんだけれども、よーし、いいぞ。でもこれならなんとか戦えるんじゃねえか。バズソーの威力も上々だ。ビリーを吹き飛ばすぐらいだからな。よーし、もういいぞ、ビリー、よくやってくれた。まだです、アキスさん、僕たちは最後の一体になるまでちゃんとテストを終えるんです。なかなかの出来なんじゃないですか。これは全滅だ。でももうちょっとバズソーを使ってくださいよ、アップグレードタイタンカメラマンさん。ガク、アキシ、まるで自分の腕のようだ。よし、これならある程度は戦えるかもな。よし、気を取り直してスキビディトイレたちの基地に攻め込むぞ、バズソーアームタイタンカメラマン。今に見ていろ、スキビディトイレども、このバズソーアームでお前たちを切り刻む。へへへ、大量のバズソーを仕入れてたのがあだになったな、スキビディトイレたち。はい、というわけでですね、今日はアップグレードタイタンカメラマンのね、右腕がね、もうなくなっちゃったので、急遽バズソーアームをつけました。いやー、これでね、なんとかサイエンティストたち、大物スキビディトイレたちとね、戦っていこうかと思うところでございます。さあ、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたしますね。絡まっちゃってんじゃねえか。ストライダースキビ。さあ、今日も最後にじゃんけん T レックスやっていきましょう。いきますよ、最初はレックス。じゃんけん、何が出てくる。出てきたのはパーだ。さあ、イエローペーパー VS、はい、バズソーアームタイタンカメラマンということでね、いやー、接近戦、これ強化されたまであるかもしれねえぞということでね、飛び道具減っちゃってるけどな。いやー、早く完全に直してやりたいぜ。スキビディトイレたちとの戦いが終わるまではしばらくこの状態かもな。はい、皆さん、それではまたねー。最後まで見てくれてありがとう。